どうも、構図です。今回ですけども、1月15日時点の AKB48 63枚目シングル、オフィシャルショップ版メンバー別完売数についてということで、まあ、握手会の売り切れ状況ですね。インスタで DM いただきまして、視聴者さんの方から、やんないっすね、最近、みたいな要望があったんで、ちょっとやってみます。はい、ブログは概要欄からぜひご覧ください。オフィシャルショップ版第3販売4時終了時点での売り切れ、売り上げ、完売数ですね。表というか、数字から羅列されてますが、村山小栗。まあ、ここが強いよね。ユイリーと小栗ユージャー。そして、倉野選手も完売と。さすが。で、柏木メンバーも完売。うん。だから、その牙城を崩す。まあ、ないし追いつくのは誰になるのかっていうところが、まあ、非常に注目どころであるわけですよね。そこを追うのがズッキー、66分の19。そして田口真中さん結構、健闘してるんすね。66分の14。で、向井地総監督が6、岩立佐保6、うん、水島みずみん4、橋本研究員ちょっと落ちたね、ペースね。なんか、この、田口ぐらいのところにいそうな雰囲気があったんだけど、橋本研究員、ちょっと落ちたんだね。で、長友さん、千葉エリーに、秋山ゆなちゃんが残りわずか4と、で、佐藤愛理ちゃんが0、下0、大森0と、ね、マホビはちょっとネタにしてましたけどね、滑走路みたいな話を。で、小宮山24分の0。ね、ひがみに。で、話題ですけど。他で言うと、ハルピョンが3、ヤギアズキちゃん3、ヤギアズキちゃんもすごいじゃん。まあ、ただ、この秋山ゆなちゃんの66分のわずか4っていう方が、まあ、実は分母が多い方が、より優秀である可能性が高い。なぜなら、その、完売の部が出るということは、それに比例して他の部もそれなりに売り上げが上がっているのではということなので、分母が42と66では、まあ約24ぐらいか違うか。24開催分、部数が、やっぱ秋山ちゃんの方がハンデがあるって考えたときに、総売上数的にはきっとこっちの方が上であるという仮説が割と信憑性高くなるためなんですよね。まあでもすごいね。3部完売。あ、レミタンも2完売なんだね。オメグ3。ズンちゃんが1。うん。あ、成田小日向ちゃんも42分の3なんだね。へー、すごいね。コアなファンがついてるんですかね。太田ゆきちゃんがわずかが1。なるほどね。ソララ0、うん、鈴木くるるん2、うん、なるほどね。久保ひなのちゃん0、平田0、あ、新井沙耶ちゃんで1なんだな。なるほどね。布袋もかちゃん0、あ、佐藤みなみメンバー1、クロス0、マサイ0、ああ、グラビア出てるのにねって。まあ、だからグラビア出てなかなかってなると、グラビア出てるのにねって言われちゃうもんでありますよね。これ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど。で、仰天0、まあ、仰天もそうだよね。グラビア出たのに、一時期。で、長野セリカちゃん0、武藤オリン0、小浜0、ひゆかちゃん、あ、でも部数上がってるのに、前42とかじゃなかった。でも46になったっすね。もうちょいだね。だからここからやっぱ完売数出てきて、ようやくって感じだけど。ねえ。僕のチャンネルでは、こう、坂川ひゆかちゃんなくしたよ、いいですよって言ったり、まあ、すぐ覚えてくれますよみたいな話してるんだけどね。で、高橋愛ね0、さこちゃん0、工藤、工藤かすみちゃん0、へえ、なるほどね。八竹山のんちゃん0、山口雄一0。なるほどな。でも、八木あずきちゃんちょっとすごいね。これ次、あ、てかもう入ってんのか、選抜なのか。その後、レミタンあたりが入ってくんのかな、次。やっぱさ、徳川入ってほしいよな。そうそう。成田小日向ちゃんも意外と
完売出てるんですね。なるほどね。新井沙絵ちゃんあたりももうちょっと頑張りたいよね。そう。でもね、ちょうど昨日劇場公演見に行って、18期研究生公演見てて、Vlog もね、ちょっとまだ編集滞ってるんだけど、最前列にちゃんとレスするメンバーは優秀説っていうのを僕のチャンネルでも過去何回か話したことがあるんだけど、新井沙絵ちゃんね、前見た時より最前列見る率格段に上がってましたね。やっぱそういう積み重ねなのよ。村山由里さんが、1日1ヶ月1年で村山由里さんになれたわけではなく、そのシアターの女神的な意味でね。やっぱ何年も何年も積み重ねがあって今に至ってるわけですよ。そう、一朝一夕にはなし得ないものなわけ。まあそれはゆいゆいだってそうなんだけどさ。すぐ、その初手からバズったメンバーの方が稀なわけよ。ってなるとやっぱそうやって、でもチャンスはもらえてるもんね。アンレームとかあるメンバーは結構アドバンテージだと思うんだけどな。でもこの橋本研究員のこの感じは、ね、もう単純に純粋に同じ分母の部数で水島メンバーに抜かれてるからな。水民は努力家なんだろうね。次世代大西枠なんかな。どうなんだろうね。で、堅実な岩立佐穂さんな。もう大体コンスタントにこんぐらい売り上げるもんね。このペースで。で、意外と田口真中さんがズッキーを追うっていう。まあ、あとはもうちょいズッキーがね、35部ぐらい、この段階で売り切りしたら、もう本当に、蔵之ちゃんの背中がちょっと見えるかなぐらいになってくるんだけどね。まあでも総監督で人気があるっていうのは、蔵之ちゃん的には、まあだ総監督のポスト自体やめろって話なんだけどさ。なるほどね。だからその総監督枠とは言われないメンバーが総監督になったよねとは思う。なるほど。いかがですか皆さんの、感じは。18期の勢いすごいなと思います。17期の出始めっていうか、1年後よりも、18期の1年後の方が伸び率高くない？そんな気するわ。ということで、いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも、コーズです。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲、ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、コーズアンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる。これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の、表題タイトルになっているわけですけれども、僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね、今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、コーズアンダーグラウンドの今月は満ちるぜひ聴いてみてください。MV 公開中です。どうも、コーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。